はい、庭のイチジクの様子です。大きくなってますね。広がって結構たくさん水がついてます。これホワイトゼノアという品種なので、今まだ緑ですけど、これがもうちょっと黄色くなります。で、先端をですねピンチしてたんですね。2週間、3週間前ぐらいかな。で、まあ、新しい枝を伸ばさずにこう実の方にエネルギーがいくようにという感じでピンチを、先端をこうポキッと折るということをしています。そしたら結構やっぱり実が太り出した感じですかね。はい、ただもう、11月も中頃になってきたので、これからちゃんと完熟熟していくのかがちょっと心配ではあります。いやでもかなり枝も張ってすごく元気ですね。すごく枝が伸びているので、冬は剪定して挿し木にしていきたいと思います。冬というか、まあ春前ぐらいですかね。はい、大きい葉っぱだと思う。私の手よりでかいですね。さすがで、こちらのホワイトゼノアも、同胞スタイルでこう結んでいるんですけど、まあ上の方を結ばなかったのでやっぱり横に広がりますね。まあ、そこはしょうがないかなと思います。はい、以上、地植えしたホワイトゼノアイチジクでした。ありがとうございます。